ギルビー・クラークは、アメリカのロックバンド、ガンズ・アンド・ローゼズに、イジー・ストラドリンの公認のギタリストとして加入。オハイオ州クリーブランド出身。シンガーソングライターとしても幅広く活躍。現在ソロ活動中。GNR の前任であるイジー・ストラドリンと、同じ頃、ロサンゼルスに移住。1985年、キャンディのギタリストとして、デビュー1990年。 ヒルフォースリルズでギター兼ボーカルを務める。1991年、イジー・ストラドリーの後任として、ガンズ・ローゼーズに加入ユーズ・ユー・ア・イリュージョン、ワールドツアーで来日当時スラッシュは、イジーの後任を探すために、スタジオに呼んだのは彼一人で、実際に適任だった。すぐにユーズ・ユー・ア・イリュージョンのワールドツアーが始まったため、かなりの短期間で、すべての曲を覚えなくてはならず、大変だったと思う と話していた。1994年、初のソロアルバム、ポーンシャップギターズ発表、GNR 解雇される。1995年、スラッシュのスラッシュズスネークピットに参加、来日公演。2001年、ソロアルバムスワックリリース。2006年、ロックスタースーパーノバに参加。2007年、ギルビー・クラークリリース。 2008年ソロ来日公演2010年1月バイクを運転中トラックに引き逃げされ両足骨折の重傷を負う。現在歩行訓練中。ありがとうございます。